それでは第52回七夕賞、こちらの方の予想を始めたいと思います。まあ、毎年のように10番人気以下が、活躍するというところで荒れる重賞となっております。前走成績は重賞じゃなくても、まあ、オープン戦も含めて、まあ、2桁負けからの巻き返しが非常に目立つというところで、まあ、このレースを難関にしているポイントの一つになっているんじゃないかなというふうに思います。あと基本的には前走は2000メーター以上の方がいいのかなというところはありますね。まあでも1600メーターとかからも結構このレース絡んでいるので、まあ全体的にやっぱりちょっと傾向がつかみづらいかなというところはありますね。あと血統目では前のロブライ3区やロベルト系で、まあそういったところがいいのかなというふうには見ていますが、まあ、パワーとスタミナが問われるレースというところで、二陣付き系のスタミナ、まあ、そういったところも気にしながら、まあ、馬券の方は検討しようかなというふうに思います。客室面では、まあ、差しもあるんですが、基本的には逃げ先行が有利というところで、まあ、今の福島競馬場、もう前が有利なんですよね。なんでやっぱり、ちょっと今回のメンバーは控えるタイプが非常に多いというところがあるので、まあ前に行きたいタイプっていうのは、まあ重要視しながら馬券の方は組み立てるのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、くじめ面では、まあ穴を狙っていくんであれば、まあ特に内枠注意というところになりますね。まあ本命は、あんまりいない先行勢で安定しそうなところというところで、まあ一番人気ではあるんですが、山人も荒くてこちらにしようかなというふうに思います。まあ重賞ではやっぱりちょっと1枚足りないというところはあるんですが、まあオープン戦ならそこそこ走れるかなというところですかね。まあ血統的にはまあミスプロ系のパワーというのも結構相性は良かったりするというところもありますし、母父の方はまあエリシオ、まあこれも凱旋門賞血統と言ってもいいんじゃないかなっていうところで、あとまあその上も団地比もまあヨーロッパの系統でまあパワーもありますからね、まあ注目の一頭じゃないかなというふうに思います。ただまあ騎手もね、あんまり重賞一番人気で大丈夫なのかなという印象はすごいありますね。まあ、メンバー手薄でどうなのかというようなところですかね。まあ、金量も、まあ、重賞で活躍してないというところがあるので、55キロと、まあまあ、恵まれた方かなというふうには思います。まあ、太鼓の方は、まあ、内枠穴というところで、2番、クリールカイザー。こちらにしたいと思います。まあ、金層は、まあ、休み明けからも、まあ、復調気配はちょっと遠いかなというところはあるんですが、まあ、綺麗に前に行ければ強いんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、決闘的なとこ言えば、まあ、キングヘイローがダンシングブレイブに繋がるというところで、まあ、凱旋門賞決闘ですね。まあ、あと、ハガチのサッカーボーイっていうのもかなりスタミナ的にはタフというとこもありますしね。まあ、全体的な決闘個性は結構重めというとこになります。まあ、やっぱり前というか、まあ、逃げてこその馬かなとは思いますし、まあ、言うほど前に来た馬もいないというところがあるので、まあ面白い一頭になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当に重賞を活躍してた頃の実力が戻っていればというふうには思うんですけどもね。まあちょっとそれは2年前の話なので、なんとも言えないなというところですね。まあメンバー落ちた今回であれば、ちょっとワンチャン狙ってみようかなという感じです。まあ他を抑えていくところが、まあ後方勢にはなるんですが、ダコールですね。まあ、こちらもディープインパクト3区ではあるんですが、母父はアンブライドルドというところでミスプロ系、まあ、スタミナもまあまあある方の、ミスプロ系ですね。まあ、そのまま面白いんじゃないかなというところで見守っていこうと思います。まあ、おととしも出て、まあ、4着というところでちょっと足りないところもあったし、やっぱ全体的にはちょっとね、後ろから行くと、最後の一歩が詰め切れないんじゃないかな、というところが不安かな、というふうに思います。あと一頭、まあ13番ウィン・リバティ、こちらも抑えたい、一頭かな、というふうに思います。金量としては軽い52キロというところで、まあ、ちょっと牝馬戦線走ってきて、まあ目がなかったというか、まあ着順だけ見ると結構負けてるなという印象ではあるんですが、まあ着差はそこまででも大きくないというところもありますからね。
ハマれば強いんじゃないかなというふうに期待はしてます。決闘的なところを言えば、ダンス・イン・ザ・ダークというところが二人スキーの血を持っているというところで、タフさを期待というところですかね。ハーチは、アメリカンなところになりますから、やはりパワー系かなというところで、あまり、ダンス・イン・ザ・ダークの良さが出ればワンチャンあるかなって感じで見ております。ちょっとね、7枠というところで外にはなるので、スタートピット出て、うちの方につけれれば面白いんじゃないかなというふうには思いますね。予想の方は以上となります。ご視聴ありがとうございました。